ナミさん、こんにちは。実際ね、車を点検や修理に出すと、ここを変えた方がいいですよって結構言われるんですよね。で、実際に私も車そんなに詳しいわけではないんですよ。詳しいわけではないんですが、まあ、様々、薄い知識をね、総動員して、まあ、車については当たってるんですよね。まあ、というのが、やっぱり83年式のトランザブ、ナイトライダーを買ってから、自分で車のことを見るようになったっていうのがきっかけ大きかったなと思います。で、それも込みでなんですけども、 車をまあディーラーとか町工場に出す時に私ね考えてることがあるんですよそれはですねある程度はかまられておけってことなんですよね、えー、例えばですけども今回十数万かかった車の整備費がいろいろとね交渉して知恵を絞って2万5千円ぐらいになったのはすごくいいことだと思うんですよこれは本当ナミさんのファインプレイだと思いますただ実際私がその場合に立つとねあのやっぱ相手の立場になってみるんですよ車を持ってきたお客さんが いろいろと交渉して、で、営業マンが対応に当たるじゃないですか。で、えっ、ー、と、エンジニアさんの方に車を持ってって、台車なりを用意するとしますよね。まあ、それで、あれやこれやして、10万お客さんから引っこ抜けないんだったら、結構、投入した時間とか、労力とか、交換の手間とかって、あの、ロスってしまうんじゃないかなと思うんですよね。で以前こんなことがありました。えっ、ー、と、トヨタのディーラーさんにいつもお願いしてる、ベルファイヤーを持ってったんですよ。 年年点検検なんでで車検が終わって1年ですよでそんなにね、あれこれやることはないかなと思ったんですけども、えー、とこのスライドドアのパッキンのゴムがあるじゃないですか。あれがちょっと緩んでいたのと、あとタイヤですね。タイヤも多少ちびいていたんですよ。それを見積もってもらうと、まあ25万って出てたんですよね。うん、な,なかなかいいタイヤを選んでもらって、でしかも、その、パッキンのところですね。 ゴムパッキンのスライドドアのところですけども、あそこはもうしょうがないかなと思ってたんですけどパーツ代が4万するらしいんですよ。で、コーチンがまあ1万弱だったと思いますけども、プラスタイヤの交換、何やかんやって感じですよね、廃棄代とか。で、25万で、その見積もりを持ってね、一応引き上げてきたんですよね。で、えー、ガソリンスタンドに行くと、あの <laughs>、まあ同程度のタイヤが、実はね、10万円ぐらいで出てたんですよ。 ですんで、タイヤはそちらの方で買いさせてもらったんですよね。でも、ガソリンスタンドも、それで結構ね、値引きもせずに、あの、お客さんに売れたんで儲かったって感じで、結構いい付き合いがそこから始まったんですよ。で、セルシウォンも見てもらったりとか、トランザも見てもらったりとかっていうふうに、ガソリンスタンドとの、あの、エネオスとの付き合いっていうのは結構深くなったんですよね。で、トヨタに持ってって、 スライドドアのパッキンの方だけが残ったんで、そちらの方をね、お願いしようと思った時に、もう一回点検をしてもらえませんかっていうお話しました。タイヤはすいませんけども、どこで変えても同じだと思ったんで、よそで変えちゃいましたけども、他のことをお願いしたんだということでね、いろいろと交換する候補のところを持ってきてくれたんですよ。その一つがブレーキパッドだったんですけども、やっぱりね、あと2ミリか3ミリになってますね、今のうちに交換しときましょうかっていうふうにはなったんですよ。でも私の考えから言って、 8mm やったブレーキパッドが 2mm になったところで別にブレーキが効くわけですよね。それから 8mm のブレーキパッドが 2mm になったってことは 6mm 減ったわけなんですよ。6mm 減ったのに何年かかったかなってこととそれからほとんど変わらない走行数を掛け合わせると次の車検の時で間に合うなっていうふうに頭の中で暗算したんでブレーキパッドは変えなくていいかなと思ったんですよ。正直ね。でも 2mm か 3mm になってますってことでね言われてたんであ、これは。 商売的に変えて欲しいんだなと思ったんですよね。まあなんせディーラーっていうのはパーツを変えてなんぼなんですよ。車を売っていくら儲かるとかっていうよりも、車を売った後にメンテナンスをして、どのぐらいパーツを定期的に交換させるか、つまり継続活気を取るかっていうのがビジネスモデルなんで、ここでね、持ち込みの中古車で買ったベルファイヤーのブレーキパッド程度は変えてあげないと、私が美味しいお客さんにならないわけですよね。だってタイヤを他で変えちゃうわけですよ。自分で判断して自分で整備する人間なんですよね。 そうなると、このお客さんに、あんまり張ったりかましても儲かんないなってなって、そうなると儲かんないお客さんがね、たびたび来られても、対応にすごく手間がかかってね、まあ、いわゆるね、美味しいお客さんじゃない、めんどくさいお客さん、しかも儲からないお客さんになっちゃうわけですよ。で、そうなると、結構いい付き合いってできないと思うんで、私はね、やっぱりこう、敵に塩を送るじゃない、敵ではないんですけども、やっぱり、 あの美味しい思いもしてもらわないといけないかなといつも思ってるんで、まあブレーキパッドいい機会なんで変えときましょうか。この先何年もこちらの方にね、ブレーキパッドを見に来てもらうのもあれだから、今回変えといて、それから車検2回か3回ぐらいはもう心配ないですよねって感じでね、まああえてね、えー、相手の誘いに乗ったわけですよ。やっぱりブレーキパッド4本交換すると、4本というかね、まあ前輪後輪交換すると結構な費用になりますけども、でもそれをすることによってね、あこのお客さんは分かってくれるなと。 儲けさせてもくれるし、シビアなところはシビアだなっていうふうな、まあいい関係が生まれるんじゃないかなというふうに私なりに計算してですね。まあそういうふうにさせてもらいました。でもその中で、あの、エアコンのフィルターも買いましょうって言ってきたんですよね。エアコンのフィルターってアマゾンで1000円で買ってきて、私ね、交換動画まで作るぐらい簡単なんですよ、あれって。で、前日に変えたところだったんですよ。で、さすがに、エアコンのフィルターは私昨日買いましたよって言ったんですよね。<laughs> <laughs> そしたら「ああ失礼しました」みたいな感じで罰が悪そうだったんですけどもそれ以上私も言いませんでした何が言いたいかってのお互いね分かったと思うんでね。まあ、ですんでやり過ぎたぼったくりにはやっぱりこう、NG を出すべきなんですけども多少ね早めに交換しましょうかっていうのはまあ、あのー、車屋さんのね、儲けの話もありますけどもやっぱ多少ね安全に快適に乗ってもらいたいという気持ちとあとはお金を払うことによっていい付き合いが続くってことなのかなと思いましてまあ、私はそこそこあのー。 強引な営業にには乗るることにしてるんですよね特に車に関してはうんやっぱこう自分で分かっていても手が出せないところって結構ありますんでねそう思ったらやっぱり信頼できるディーラーさんに持っていきたい信頼できるディーラーさんとか町工場はどうやって見つけるかっていうとその町工場やディーラーさんに適切な利益を与えてるかってことなんだと思うんですよ。<laughs> 何でもかんでも必要最小限の費用で賄っちゃうと、その時は得なんですけども、あの人儲かんないからっていうので、適当な整備されても困るんでね。まあそんなことはしないと思いますけども、実際にレクサスでもね、車検をやったように見つかけてやってないみたいな事件もありましたからね。すごいでしょレクサスが車検を、レクサスの車ですよ、持ってこられたのを、車検をしたとして、自社内車検をしたとして、帳票を作ってそのままお客さんにお返ししてたんですけども、実際には車検はほとんど、なんか、 車検だったというね、そんな事件がありましたけどねいやすごいなーと思いましたよ、うん、であの今あの車の購入とか中古で卸すみたいなこともねナミさん言われてましたけども今は中古車で持ってもらった方が得なんじゃないかな中古車買取の価格って結構相場感はよく,よくなってると思うんですよで新車っていうのがまたね半導体の問題であんまり周りが良くないんで新車ですぐ手に入るんだったら 手にに入るる新車をね、ねねポッと買った方がいいいかかなな思まますす、ねうんまあ、あの、どのどブランドによよんですよ、ね、私なんてもうトヨタ車ばっかりなんで、うん、たまに日産ですけどもねトヨタ車ばっかりなんで、うん、結構ね値段が落ちにくいやつベルファイアなんていまだに高値ですからねなぜかねあんな10年以上前の車なのに、まあ、まだ全然200万とかするんで高いなと思いますけども人気なんですよねやっぱり。 人気で乗った人が中古で卸して、その中古がまた売れるみたいな感じで、値崩れしにくいのかなと思います。もちろん買取価格は二足三門でしょうけどね。まあ今、そうですね。あ、そう、車の価格って一年に10万円ぐらい上がるっていうふうに踏んだ方がいいのかな。どんどこですかね。私全然車詳しいわけじゃないんですよ。詳しいわけではないんですけども、交渉は結構上手にやる方だと思います。 適度に儲けさせて、適度にかもってもらって、で、適度に、こう、信頼関係を築いていくみたいな感じですか。なんでもかんでもね、あのー、安く、安くばっかり求めていくと、やっぱモチベーションを商売するほどして落ちると思うんでね。うん。そこそこ、まあ、それって必要なのみたいなのもね、ついでにやってあげるみたいなことも <laughs>、あったりなかったりって感じですか。うん。あ、じゃあ、朝のライブ放送始めますんで、以上で、ね、よろしくお願いします。ありがとうございました、榎並さん。またご連絡ください。でも、ブレーキパッドのね、つながりますね、なんかね、こうやって動画のやり取りしてると。 つな、うん、がりますね吉谷さんともこういうシンクロって結構起きるんですよ。あ考えてたことをね動画で送ってこられたみたいなよくあるんですよね。じゃあ安全運転セーフティードライブイエイ